あちゃー、エータ、なんだこれ、使えんのかな、店頭で。結構おもろそうだけど、読み合い深かったか、サッカー場。読み合いはこれかなり深いよ、多分見えないもんだって、真ん前が。あー、ほんとだね。なんならあそこ制圧して上から撃つんじゃない。あー、なるほど、天才じゃん。練習するか、もし敵が来た時のために。いやー、丸通りだから無理っすね、ここから撃つの。あ、ギリいけるか。わ、すごいよ、でもエスさんこれ。あ、すごい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 、こっからこうやって隠れてこう撃てるから。え、めっちゃ強くないこれ。いや、一面だけなのね、敵が。あー、確かにそれは。お、誰かいたな。あ、敵開いてるわ。あそこですね。あと一発、あと一発か。エスさんやばいわ。むちゃくちゃやばいやつが走ってきた。危な、ガトリング持って突っ込んできるやついた今。おお、よう勝ったね。マジで怖かったよ、本当に。車の方もね、多分ほんと虫の息なんだけどな。オッケー、あ、いるわ、目の前。ガン寄りしてきてるね。置いといたわ。かなり悲しかったな。あ、ちょっとどこだ、家残すかこれ。あ、これ何、隠れてるってこと。ありえる、大丈夫。あと落ちてもガトリングなら勝てるよ。丁寧に行くよ。オッケー。ああ。これやん。それだね、入っていた。いやー、阻まれてる。当たれ当たれ、当たんねえ、ここ。当たれ当たれ、当たれ、一発当たった、当たった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 当たるの。え、うっそー、当たるやん。何発投げても当たらなかったよ。いや、なんか適当に打ちたら当たったわ。あ、ちょっとちょっと、はい、これ入ってきて入ってきて、ちょ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 、やばい。いい中いい中いい中、一回せよね、今外から撃たれてる。オッケー。わー、エスさん、よーしさん、やった、やった、やった、ナイスナイス、ナイス、ナイス、ガチだ、危ねえ。いいよ、本気です、今日は。なぜか、この間なんか公式でさ、なんか大会やってたの、ふと。ふとぼーっと見てたら、ちょっとやるかってなった。今日は負けねえぜ。あ、足跡。やる、プッ、すぎるじゃん。ぽわー。俺、ついにチーカーを見たんよ。おぉ、なんか、そう、友達がめっちゃ LINE スタンプでチーカーを使うから。あー、なるほどね。さすがにかと思って。アニメやってんだよね。声優がさ、ちゃんと子供、なんで言うんだろう、あのパプリカのほら歌歌ってるような子たちというか、あー、声優子供の、そう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 、あのワンピースで言うとニコロビンがオハラで子供だったんだけど、その時ニコロビンの声優じゃなくて本当に子供になったのよ、声も。あー、あんま好きじゃないなそれ俺。そうな、あのね、演技の幅減るね、やっぱ。いや、演技の勉強をさ、あ、まあ演技はしてるかもしれないけど、さすがに声優には勝てないじゃん、うん、そう、だから俺さ、あのジブリとか、あれはいいの、新海誠じゃない方、細田守とかジブリは全然、なんかアニメっぽい実写だから、うん、まだなんかさ、ほら、キムタクとか起用されても全然俺、キムタク全然いいから、なんならさ、ハウル最高だったし、ハウルは最高だったね。それはいいんだけど、そういうアニメのやつの子供は、ちゃんと声優のまんまでいいんじゃないかっていう。てか、チーカーだって俺の方がチーカーなんじゃないかなと思って。やってみてよ。ブブ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 。いや、なんか本当に子供だった、あの思った以上に。普通に声優の方がいいなと思っちゃった。ツイッターでたまに見るけどさ、チーカーを掘ってるやつちゃんといないと思うんだよ俺。ポルとかあるんだ、の原点をさ。チーカーはゼロってこと。俺すぐ原点の話するね、あんた。いや、あのね、俺ね、ゼロ俺調べてるからちゃんと。あ、なんかね、最初はね、その作者の長野さんがこんな風に生活できたらいいなみたいな感じで生まれたらしいよ。めっちゃ詳しいじゃん。そうなんだ。で、チーカーってどういう意味か知ってる。え、小さくて可愛い。あ、惜しい。なんか小さくて可愛いやつらの略なの。うわー、惜しいじゃん、本当に。めっちゃ惜しいんだよ。へえー、終わり。終わり、ごめん。終わり、オッケー、オッケー。オリジンチーカーはね。オリジンチーカーはこんだけです。でも正直可愛いよな。俺 LINE スタンプでしか知らなくて、必要に使われると、うん、なんかこいつちょっと可愛いじゃねえかって思ってきてさ。やっぱね、流行ってるものはいいのさ、理論じゃないけどさ。あー。ちょっと見てんだけど、うん、普通に面白いよ。内容も？内容、内容。あれ、ツイッター漫画とかなの？だと思う、あの始まりも。あのね、マジで狂ってんだ、やってることが。そうなんだ。全然ほのぼのじゃないからね。あー、なんかそれはなんかよく聞くな。たまにさ、
これコラージュじゃねみたいなやつ回ってくるのよ、ちいかわの。大体本家だから。確かにしてんの、ウサギを。ウサギのさ、手がさ、ハサミになって改造されて、こんなになっちゃったとか言ってるの。こわメイドインアビスみたいなことしてるやん。ちゃんと本家なのがやばいんだよ、あれが。あ、そうなんだ。ビノールトでしょ、だから。武闘家としてお手合わせ願いたいって人でしょ。めっちゃおもろいな。あれやったことある？ちいかわハンターハンタークイズ見た。あのね、マジでわかんないよね。むちゃくちゃ難しい。マジでむちゃ、俺ですら10点中6点とかだったかな。え、お茶さん。いや、マジでむずくて、本当に一番騙されたのが、みたいなのあんだよこれって、多分みんなは、ハンターハンター知ってる人だったら、キメラハントでさ、いじられてるところ、ピトーにさ、そう、ポックルがいじられてるところだと思うじゃん、ノーを。これ、ちいかわらしいんだよね。で、違いが、点点点が3つあるかどうからしい。めっちゃむずいんだよ。やばいよ、それ。そうそうそう。で、んだどってあんのよ、逆に。んだど。あー、しまった。どこ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 。そっち行こう。もう目の前に違う、やってない。ダドってあんだけど、ダドはちいかわ。いやいや、これね、ハンターハンター。え、マジでこれ、ね、そういうキャラいるんだけど。カッペイ語のほらさ、活用。そうそう、ダド、ダベジュ、ダッペみたいなさ、ジンとなんかがんがつくしりとりしようぜって言った時のやつ、あれかみたいな。全然わかんねえわ。マジでむずいのよ。ハンターハンター、わからんやつには1ミリも伝わらんやろうけど。いや、わかる人にはすげえ楽しい。おもろいね。あ、いた、できた。いいよ、めちゃくちゃ。待って、しゃがんだ。しゃあ、待って、こいつめっちゃ来るやん。思った以上に。あのね、土地通りだ。で、当ててる。いた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 。ここえ、どっち側に。黄色。あ、これか。当ててる、当ててる。オッケー。当ててる、頭も当ててる。やるな、あいつ読み合いうまいな。裏から撃たれてんの、なにこれ。俺、裏回ってるよ、裏回ってるよ、俺。一人やった。やったー、ナイスナイス。ナイス。いや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 、いる。どこ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 。え、めっちゃ遠い。遠いんかい。頭当たってる。ナイス。やったー。いいじゃねえかよ。エリア入ってるよ、俺。オッケー。あ、いたいたいた。どこ ?300 を車で走ってる。あれか、見えた見えた。これ、読み合いになるね。深いね、かなりこれ。こっち入ったらほぼ勝ちでしょ。あーっとね、285で止まってる。あー、いるね。うわー、中間か。いやー、これもうほんと車の入り合いなんかな。いやー、これでもいい勝負だぞ。てか、あそこの木裏で降りていいかもしれんな。オーケー、一の矢、行きます。オッケー。久々になんか、あ、車動いた。激戦の予感。どこ車、あれか。降り降り行く。来た、行く行く。一人やった。あと倒せ。車の上に。敵発見。シェー。はい。絶対弱い。日本じゃ強すぎやろ。日本じゃ強すぎやろ。